Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion. こんにちは、リノです。今回は六角形のヘキサタープの貼り方を3パターン、図説もつけて分かりやすくお伝えします。私がいつも使っている DD タープは正方形、ヘキサタープは六角形です。見た目も優雅ですし、貼り方もちょっとだけ違います。図説もつけて説明していきますので、参考にしてみてくださいね。まずは基本の A フレームの貼り方。A と B の対角線で半分に折った状態で地面に広げておきます。内側を中にしておくと地面の泥で汚れたり雨に濡れないで済みます。 A と B の場所にポールを2本立てます。今回は高さ150センチですが、状況に合わせて調整してください。 A の角にタープポールの先端を引っ掛け、AB の延長ライン上にポールを置いて、2本のガイロープを結び、両サイドに広げて、地面にペグダウンをしてから、A の角を持ち上げると、簡単に安定して、タープポールを立ち上げることができます。タープポールがパタンと倒れて、何度もやり直していると、イライラしてしまうので、このやり方でやると、スムーズに立ち上げることができますよ。反対側の B も同じようにタープポールに2本のガイロープを結び、ポールに対して45度の角度でそれぞれ左右に広げて地面にペグダウンしたら上に立ち上げます。ガイロープの自在鍵でしっかりとテンションをかけ、 A と B の対角線、屋根の梁がピーンとなるように調整しましょう。屋根の梁がピーンと張れたので、続いて両サイドを広げていきます。 C と E にそれぞれガイロープを結び、広げてペグダウンします。自在鍵を使ってピーンと張るように調整しましょう。反対側の D と F も同じように広げてペグダウンします。これで基本形の A フレームが完成です。今回屋根を低めの150センチで張りましたが、ポールの長さを変えれば好きな屋根の高さで張ることができます。 A フレームが張れたので、ヘリノックスの椅子を出してちょっと座ってみましょう。タープを貼ると日差しを遮って涼しい自分だけの空間を作ることができます。風も抜けるし、テントの中よりも気持ちがいいんですよね。続いて2つ目の貼り方、 A フレームにアレンジを加えて雰囲気を変えていきます。屋根の高さに差をつけて前後関係を作ります。ポールを4本使うので、付属のポール以外に別のポールが必要になるかもしれません。B、E、F のロープを緩めて、B のタープポールを50センチ高くします。150センチだった高さを2メートルに上げています。高さは自分の好きな高さで設営してくださいね。天井高が2メートルもあると、頭もぶつからないし、広々として気持ちがいいです。高さを変えたら、もう一度テンションをかけ直して、ピーンとなるように貼り直します。E と F にもタープポールを加えて、前側の高さを確保します。前側は高く広く、後ろ側は低く閉じる貼り方になります。E と F のタープポールは高さ120センチにしました。このタープに付属のポールでは足りなかったので、私は別のポールを使いました。
タープは環境に合わせて張り方がアレンジできるから便利です。反対側の F にも120センチのタープポールを立てて高さを高くして広げていきます。次は後ろ側の高さを下げていきます。 A のタープポールを150センチから100センチに下げ、ガイロープの自在鍵を使ってテンションをかけ直します。これで前後に高低差をつけた A フレームの完成です。ファインディングにもの A 先生みたいでかっこいいです。前側は高く開けていて、背中側は低く閉じています。日差しや風向きに合わせて向きを決めることができますし、キャンプサイトでも他の人からの視線を遮ることもできます。奥側に荷物、手前側に居住スペースなど使い勝手もいいです。横から見ると傾斜しているのがよくわかります。雨もきちんと流してくれます。前側の屋根が高いので開放感が気持ちいいです。では最後、3つ目の張り方に変えていきましょう。 A のタープポールを外して ACD をこのまま地面にペグダウンしていきます。 ACD の背中側を閉じたダイヤモンド張りになります。前側の E と F のタープポールも外して低く引っ張り固定します。ダイヤモンド張りはピラミッドの半分のような形、風が抜けないので秋冬の寒い時期に向いています。屋根が高いので焚き火との相性もいいですし、焚き火の熱がタープ内を温めてくれます。タープに落ちる木漏れ日の光がとても美しいです。まるでスクリーンに映し出された絵画を見ているようです。葉っぱが風に揺れると木漏れ日も揺らめきます。木陰に張ったタープが自然の芸術を切り取って見せてくれます。キャンプをしていると時々こういう美しさに出会えます。普段の生活では気がつかないことにふと気がつくんですよね。自然の美しさは絶景だけではなくて日常にもたくさんあります。花鳥風月をめでながら暮らしていきたいですね。ヘキサタープの張り方アレンジ3パターンいかがでしたか？簡単だし応用もできるので、やったことのない張り方がありましたらぜひ試してみてくださいね。タープがテントよりも優れていると思う点は、何より設営や撤収が楽で簡単なところ。荷物も少なくアレンジも豊富なので、キャンプが楽しくなります。大きな屋根だって私のような女子一人でも簡単に作ることができますし、撤収もほらあっという間に終わりました。リノキャンプではキャンプ情報を発信しています。キャンプが好きな方はぜひチャンネル登録してくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございます。